習字の期限、今日までなのに、まだ全然納得できない。放課後も残ってやっていかないと。あ、でも今日は。ねえ、ちょっといい？今話してた誕生日会のことなんだけど、私今日はやりたいことがあって、だからごめん、行けない。前に先生が言ってた習字の課題、今日までなんだ。だけどまだ納得できるものが書けてなくて、どうしてもやりきりたいの。約束してたのに、本当にごめん。ありがとう。誕生日会、楽しんでね。ここで、止めて。払う。うん。いい感じ。でも、字がちょっと左に寄ってるな。次はもう少し、余白が同じくらいになるように、文字の大きさを意識して。先生、5時までは職員室にいるって言ってたっけ？それまでに終わらせないと。廊下から。みんな、まだ残ってたんだ。ああ、私、やらないと。やっぱり、行った方が良かったかな。でも、それじゃあ、習字は終わらなかったし。お、父さん、仕事の帰り？今日は習字をやってたから。うん、授業で習字の作品を出すことになってて、今日がその提出日だったから残ってやってたんだ。それは一応今までで一番いいのはできたと思う。それは、うん、今日本当はクラスの子の誕生日会があったんだ。だけどどうしても習字をやりたくて、
断ったの。それで、クラスの子には嫌な思いをさせちゃった。中途半端なまま習字を終わらせてたら、きっとすごく後悔してたと思う。だけど、だからってみんなに嫌な思いをさせたかったわけじゃなくて、やっぱり誕生日会に行った方が良かったのかなってずっと考えてたんだ。そうなのかな。